はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の全科式丸三をお送りします。で、これで全科式3本目で、まあ、前回もね、少し話をしたんですが、全科式ってめちゃくちゃパターンが多いんです。いろんなね。だから、まだ取り上げてない新しいパターンの問題を今回2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、前回もちょっと話をしたんですが、こういう時これだよね、こういう時これだよねっていうのをピンと気づいてほしい。このね、全科式の一般項を求める問題に関しては。で、前回、前々回の動画で出てきてるのが、問題を見たと状態で、等差じゃん、等比じゃん、解差じゃんっていうのをやったんです、これ。もうこれ3つ終わってます。で、ぜひ、ちょっと一個でも不安がある方は、ちょっと、前の動画を見てもらえたらすごくありがたいんですけど、で、今回特徴としては、an プラス1、an が出てくるんですけど、そこに係数がくっつくんです。3とか、こっちは4、5がくっついてるでしょ。で、くっついた上で、後ろには定数項というか、ね、まあ、そういう言い方しないかもしれないけど、普通にマイナス2とかが来てる。で、次回は、この状態で、ここに n が入ってきます、今度。今またちょっと変わっていくんだけど、解き方がね。ひとまず今回は、あれ ?an プラス1とか、an に係数くっついてんだけどっていう。つまり、前回までは、an プラス1引く an。これが、例えば数字、数になれば等差数列。ここに n が入ったら解差数列。で、単純に、こういう形。係数がくっついてるんだけど、こういう風になったら、これは等比だったんだよね。1個前のやつに3をかけたら、次の項になる。つまり3ずつかけ続けるから等比ってわかるみたいな。でもこれがくっついた上で、しかも余計なのもいるじゃんみたいな。今回、こうなってるからね。じゃあこの時どうやって解くのかっていうのを今回ね、掴んでもらえたらと思います。で、これやり方知ってるとね、すごく楽なんです、実は。楽。で、何するかっていうと、これ変形します。変形。で、変形の仕方なんですが、これ自分が現役の時にね、大好きだった数学の先生に教えてもらった方法なので、もし違ったらごめん。やりやすい方で合わせてください。例えばみんなが予備校行ってたりとか、学校の先生の授業、まあ、家庭教師の先生わからないですけど、まあ、自分に合うやつを選んでもらえたらと思います。で、自分はですね、この an プラス1と an のところを x に変えて、まず方程式解くんです。で、これは途中式を書けって問題で書かなくていいです。なんか端っこの方で書いて消してください。ちょっと今回カッコにしちゃいますけど、何するか、x に変えるとさ、x イコール 3x マイナス2になります。これは an プラス1と an 違うものなんですけど、無理やり両方 x にしちゃって大丈夫です。で、これも中学生でも解ける問題なので、こう移行して解いていくと、x イコール、1か。こうなるでしょ。で、あ、1だってなったらどうなるか。これを変形すると、まあ、変形するととか書いてください。途中式が必要だったらね。今出した1を an プラス1から引いてください。イコール、ここ3がくっついてるんで、3、カッコ、an からも今出た数字を引いてください。で、マイナス2は書かないでください。で、これ、今、変形終了です。これね、3を展開して、マイナス1右に持ってくると、戻ります、この式にちゃんと。もしよかったらやってみてください。ちゃんと戻るんでね。で、これで変形終了です。で、変形が終わったら何するかっていうと、この括弧の部分を bn って置いてください。慣れてきたら置かなくてもいいです、別に。時間かかっちゃうんで。まあ、今回ね、初めてというか、動画なんで説明と書きますけど、ここで、bn イコール an マイナス1と置くと、まず、ここ。あ、こっちがいいか。これが bl に変わる。で、この部分を n の部分を n プラス1に変えると、この式ね。これであと消しちゃいますか。いいか。変えるとさ、ここ n プラス1に変わるじゃん。で、ここももちろん同時に変わるんで、こうなる。で、ここ n の影響を受けないから、そのまま書くと。こうなるでしょ。つまり、この式の
ここを BN って置けば、ここが自動的に BN プラス1に変わるんです。だから、置くと、BN プラス1イコール3倍の BN だから、すごいやりやすそうな式に変わるの。これは前回とか前々前々回か。でやってる、さっき説明もしたけどね、これ、等比数列ですよね。1個前の項に3をかけてる。3かけたら次に行くよって言ってるから。で、大事なことは、それと B1 も出します。で、B1 の出し方は、ここに1を入れる。B1 イコール A1 マイナス1です。A1 は今2ってもう書いてあるから、じゃあ2引く1やから、あ、B1 1かと。で、どうなる？こうなる。で、もうこの状態で BN を出せます。なぜなら初項分かってるし、あ、3かける、つまり交差、ごめん、交比が3の数列って分かるので、で、そのまま出してしまう。つまり、BN イコール初項1だから無視します。で、交比3の N マイナス1乗。でしょ？で、出たと。より、結局出したいのは AN なんです。で、これをどうするかっていうと、ここ。ここは BN と AN をつなげてくれてるので、この BN のところにこいつを入れてあげればいい。そうすると、3の N マイナス1乗イコール AN マイナス1。で、これを解いて、最後入るかな？ AN イコール3の N マイナス1乗プラス1と。はい、これで終了となります。やってることすごくシンプルでしょ？そう。でも、このシンプルな解き方をするためには、最初に変形しないと、もう手も足も出ないのね。だから、この変形の仕方をぜひ覚えてもらえればいいかなと、個人的には思います。でもさっき言ったようにね、もし他の先生のやり方もあると思うから、まあ、好き好きで、ね、使いやすいのを使ってください。じゃあ次も行きましょう。で、これはね、こっちにも4とかくっついてるけども関係なしです。もうその同じやり方で強行突破します。だから、さっきの同じやつを、ちょっと1行にしようか。こことここを両方 X で置き換えて、こうだよね。で、これ解くと、マイナス4か。で、分かったから、さっきと同じやり方をします。で、まず、ここ4くっついてるんで、変形すると、4、カッコ、AN プラス1から、こいつを引くって考えるんで、プラス4に変わる。で、イコール、こっち5くっついてるから、5、カッコ、AN、同じく、プラス4と。で、一番最後は無視です。書かないでください。で、もし変形がちょっと不安だなと思った場合は、一回展開すればいい、これ。ちゃんと戻るかなって。で、これ展開すると、まあ、4、5出てきて、20だから、なるね、ちゃんと。で、OK、変形できてると。そしたら、ここ、こっちね、ここを BN って置いてください。なので、BN イコール AN プラス4と置くと、そうするとさっきと同じで、ここが BN プラス1になります。だから、状態としてはこれどっちに書こうかな。右はいけるか。今、4BN プラス1イコール 5BN とこう変わる。ここが BN。ここが BN プラス1だからね。でも、BN プラス1イコールにしないと、ちょっとこの時いけないんで、両辺4で割ってください。だから結局、プラス1イコール4分の5。こういう状態。いいかな。だから、置くと、BN プラス1イコール4分の 5BN が1個分かると。で、大事なことですね。B1 を必ずセットで書かなきゃいけないから、B1 はここです。1入れて1入れるから、A はマイナス2。つまり、マイナス2プラス4。だから、B1 は2と、こうなる。となると。で、この BN は初項2で、項比4分の5のね、等比数列なので、BN イコール初項2かける4分の5 R の N マイナス1乗。
こうなってるから最後ここにね BN これを戻してあげて計算変形すると、まあ、一応書くか2括弧 N-1乗イコールこうねここに戻しただけです BN に。で右下がいける、つまり AN イコールこっち持ってくるだけだから2括弧4分の5の N-1 乗マイナス4と、これで終了となります。で、まあもし一般項ちょっと不安だなと思った場合は、例えば N にこっちも1とか入れてみると、これ3の0乗だから1プラス1で2になるんだよね、ちゃんと。で、こっちも1入れてみると0乗だから2かける1、2マイナス4でなるみたいな確かめもできますし、まあ A イコール、あ、N をね2入れた時もチェックできるんですけど、一応まあでもそこまでしなくてもいいかなと、まあ、時間に余裕があったらですね、動画11分だから一応その確かめはやるか1回だけ。あ、どうやるかっていうと、今 N に1入れて、あ、1したって OK で、もし不安だったら N に2を入れます。ちょっと色を合わせたい、あのこっちの方がやりやすいんでこっちで説明するね。これ N に2を入れるとさ、ここが3の2、違う、3の1乗かプラス1で4になるでしょ。で、こっちどう確かめるか、 A2 書いてないんですけど、この式に1を入れると A2 イコール 3A1-2 ってなるじゃないですか。ここに1入れただけです。で、 A1 は2って分かってるから入れると32が 6-2 で4なんだよね。つまり A2 って、あ、4、あー、 OKOK、 これは大丈夫だろうみたいな。一応時間に余裕があればこういった確かめもできますんで、数列っていうのはね、まあ、もしよかったら覚えておいていただけたらと思います。では今回は高校数学数 B の全化式丸三をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が、最初にもちょっとね話をしましたけど、ここに係数くっついてんじゃん、しかもここに N いるじゃんっていうパターンの問題を、これ途中式めっちゃ長いんで1問のみです。次回ね、それを問題演習やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。